今は夜の10時半過ぎてます。ニコナはまだ寝ません。ニコさん、ニコさん寝ないですか？最近は8時とか9時には寝るようになったんですけど、今日はお昼寝が3時から5時半まで寝てしまったため、全然寝てくれません。覚悟はしていたけど、今日の夜はすごく長そうです。おー、先日ヘルパンギーナという風邪にかかって、しばらく保育園にお休みして4日間明日から保育園に行けることになりました。おう、だから明日の朝早いから早く寝てほしいですけど、全然寝てくれません。はい、この4日間で成長したことは、積み木の中のこの丸のところ自分で出せなかったけど、今取り出したりはめ込んだりしてます。これな、風邪ひく前選手までできひんかったよな。すっげー口尖らして真剣に遊んでる。あと動画撮れてないけど、積み木を積み上げることもちょっと覚えてきましたな。すっげー真剣な顔してんな。ニコちゃん、今日は何時に寝ます？寝ませんね。あっあっめっちゃ静か遊んでるやん。はい、返事はするけど集中。えいパパの声には反応したな。え、なに？どうした？はまらへんの？どうしてもはめたんやな。あともうちょっとやで。もうちょっと押し込んだらハマるわ。押し込んでみ。はい、離す。押し込んでみ。よいしょー。どうぞーってかな。ニコナ、そろそろ寝えへん？明日保育園起こすん大変なんやから。寝ようぜ。寝ましょうよ。寝ないですか？めっちゃ集中や。はまった。あ、はまったやん。すげえ。はまった。はまって、次は取り出す。すごいやん、ニコちゃん。できたん。もう一回差し込んで。お、できたねー。できたうん。明日は保育園でハロウィンパーティーやな。よかったな、元気になって。間に合ってよかった。なんかハロウィンのカバン作ったやろ。ニコちゃん、今日は何時に寝ます？12時超えちゃう？12時はさすがにない？まだねえへん。
な。